じゃあとりあえずいつも通り挨拶から入る。どうも、はい、こんにちは。底辺の王と書いて底王と読む新帝王でさえ、この時間は、はい、週末の昼の部ということで、ちょっと2週間ぶりになりますが、はい、スーパーファミコンソフトの、ブレスオブファイヤー2の、はい、初見攻略プレイやってます。はい、題して底辺がブレスオブの続編を入手して遊ぶ配信のその6になりますかね。はい、今回ということでよろしくお願いします。もうちょっとね、2週間空いたんでね、ちょっとストーリーがどうとかってのもちょっとはっきりとは言いませんけど、はい、何クソ野郎っていう、はい、どうも、はい、4個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、5個目さんもいらっしゃいませ、こんにちは。なんで僕のティンポ切るんですか。はい、7個目さんもいらっしゃいませ、こんにちは。今日の昼飯は、はい、スーパーで買った、いなり寿司でしたね。はい、ジノさんもいらっしゃいませ、こんにちは。ってことで、テイオレベル18かな。うん、ブレスオブテイオン。やっていきましょう。はい。ブレスオブテイヘンですかね。はい。10個目さんもいらっしゃいます。こんにちは。確かなんか前回ね、確かね、カエルのお城で捕まってた女盗賊をね、なんか、誰のって、誰のって、誰のでもないでしょ。ね、新しい街ができたとかっていう。お金って今どうなんでしたっけ ?3000 ちょっとあるか。どうすんでしたっけこれから。あんまりちょっと覚えてないんですが、はい、はい、どうも、コミュニティフォロー、はい、ありがとうございます。はい、ブレスオブファイヤー2ですね。なんかね、さ、なんか、なんかね、よくわかんない、なんか大事的な、ここからなんかね、物語で2000円、ちょっとかかりすぎない、秋野さんじゃないですね。うん、はい、16個目さんもいらっしゃいます。こんにちは。帝王の引退会見と聞いて、はい、引退はしません。3時からでしょ、なんかね、宮迫とあとね、田村亮もなんかもう辞めちゃうっていうかね、契約解消されたみたいですね。まあ何を書いて、まあ普通に謝罪っていうか多分ね、泣いて申し訳ありませんでしたって言うんじゃないかね。帝王ちゃんの名前が出てくるかもね。はい、出てくるわけないでしょ。はい、普遍性ナルコレプシーさんいらっしゃいませ、こんにちは。実は、いなり寿司を覚えました。まあ、ロブってまあね、田村亮の方だけでしょうけど。こんにちは。はい、どうも、キラさんいらっしゃいませ、どうも、こんにちはです。はい、ブレスオブファイヤー2ですね。帝王もう忘れたでしょ。忘れた。どうすりゃいいね。どうすりゃいいかば。とりあえず何言って、ちょっと、確かここにね、最初待ちと思って、はい。せっかく入れて順風満開だったのに人生何が起こるかわかりまへんな。さあね、何がね、発端だったのか知りませんが、はい。23歳の歳で戻ってくるんだろうけど。ね、多分ね、まあね、多分ほとぼり冷めたらね、また。ね、吉本が再契約しそうな感じもするんですけどね。だけは好きだったのにな。さあ、芸能人ってそんなね、言って、そんな真面目で人畜無害な人が芸能人やね、なるかって話でしょう。そういうね、そういうテレビだけでね、見たね、そういうイメージでね、そういうので人を判断するのはね、あんまり良くないんじゃないかなと思うんですよね、僕としては。リスナーさんはい、31組さんいらっしゃいます、こんにちは。風邪ひいちゃったんだ、大丈夫ですかね。まあね、ちょっとね、暑かったり寒かったりね、して、そういう気温の寒暖でやられたのかもしれません。南原さんのことをディスってるの？はい、いやいや、別にディスっていませんが、なんで南原さんなんですか。はい、32組さんもいらっしゃいます、こんにちは。はい、ボッシュさんも、はい、36組さんもいらっしゃいます、こんにちは。はい、何、デブとは一つずつ肉を積み上げて気づく城のよう、一番重い肉を今、こうやって、ありがとうございます。まあ、サッカーとあとね、野球もね、なんかダルビッシュとかもね、なんかね。だからね、そういうね、はい、芸能人以外でもね、多分ね、売れてるスポーツ選手なんかもね、多分ね、そういうね、いわゆるね、反射のね、人らがね、多分ね、接近してね、コンタクト取るんじゃないですかね。だから、ケイスケはよく知らないけど、何が悪いんですか？って聞いてるだけよ。いや、多分そういうね、多分そういう人らとね、普通に接触してるからね、多分そういう風に
あんまり何が悪いとかそういうことをそこまで考えてないでしょうね、多分ね、多分普通にね、反射の人らもそういう人らにね、普通に接触してくるでしょうから。3時から会見見るの。だってゲーム配信するから見ませんよ。いや配信やってなくても多分見ないでしょ、どうせ。どうせデスクにね、謝罪してね、泣いてね、どうせ。毎日ゲームしてて何が悪いんですか。そんな気してて、そんな感じじゃないですかね。毎日ゲームして何が悪いってね、そりゃ悪くないでしょう。ケイオちゃんもコンプラは関係ないからね。ケイスケは今まで仲間にタトゥー入れた人いっぱいいたよ。まあ、タトゥーって何？え、何？日本人でってことですか？まあそう、まあ、タトゥーに関してはね、やっぱこね、日本とね、海外でちょっとね、多少イメージ違うでしょうから、あれでしょうけどね。日本人でタトゥー入れた人だったらちょっとやばいんじゃないですかね。この件に関して本当にね、結構ね、芸能人とかでもね、ブラジルなんですか、ブラジルでどうなんですかね、タトゥー。ね、ちょっとその辺わかりませんけど。まあ海外でも下の方の人がするってのはあんま変わらないらしいよ。下の方は、まあ、ね、どうなんでしょうね。帝王もマジックで背中にのぼり豚の絵が。ありませんよ、ていうか、これ何？いらっしゃいませ、ベッキーヤです。ベッカムの全身タトゥーだらけ。破れずに乗るマチュンタトゥー。なんか、あれ？もっと他に。海外はね、まあね、そういうのタトゥー、まあね、多分ファッション的な意味合いもね、強いでしょうからね。武器は。こっちの方が今売ってますよね。ブレイムソード、バーニング、バーナー。帝王ちゃんコンプライアンスを日本語でなんて言うの？どういうこと？知らない。なんでしょうね。そんなことね、中卒の僕に聞かれても、ヒートスタッフどうのバトンをこれ買いましょう。はい。帝王の人生のネタバレするけど、はい、これから就職して親孝行するってさ。それはないです。就職なんかできるわけないでしょ。僕が働こうってこともないけど、法令でしょ。なんで違反なんですか？はい、広告ありがとうございます。違います。ブレスオブファイヤーです。はい、ここ、レトロ社長さん何 ?300 ポイント。はい。神奈川速報何乗り放題のキッズパス販売。特典も、伊豆箱根鉄道、ウフフ。いや、僕はキッズじゃないからね、ちょっとね、買えないでしょうけど。はい、超魔界はるかさんもいらっしゃいますよ、どうも。なんで日本大使館にガソリン積んで自爆テロしたの？知らないな。何そ、何日本大使館にそんなのいつあったんですか？知らない。帝王も反射勢力から広告ポイントもらったりしてるでしょ？いや、知らないです。何も僕の広告は何そ、反射なんですか？昨日韓国、そんなことあったんですか？全然知らなかった。大丈夫っていうか、何犠牲者とか出たんですか？大丈夫なんですか？怖いですね、ね、ガソリン出てるね。ね、日本じゃね、30人以上亡くなったけど。怖い、怖い。はい、どっちでしたっけ？まあ、ぬるい心療内科行って障害年金もらえばいいんじゃね。障害年金もらえたらいいですね。そっか、今とりあえずあっちまでまずも戻ることが先決ですよ。はい、広告ありがとうございます。ティンコロさん3200ポイント。薬で稼いだポイントです。何ですか？何ですか？薬って。何の薬ですか？はい。神戸山口組200ポイント。なんでそういう反射がいきなり広告するようになるんですか？やめてください。ガソリンバンクだよ。誰もそんなことですよね。
障害者手帳までは割とすぐ本当に拾ったやつが全身やけどで後で亡くなったくらいみたい。あ、まあ、神奈川県速報手帳、まあ、犯人以外は犠牲者いなかったんですけど、まあそれはね、不幸中の幸いというか。宮迫論文用との謝罪会見をツイッターで予告ね、なんか会見するらしいです。まあ吉本を通さずって言ったってもう一応ね契約ね解除されてるんですから、もう吉本がねもう関わる必要はねないでしょうからね。まあ別に単に多分本当に謝罪するだけじゃないんですかね。俺も久々にテレビつけてみてみるか。テレビでやるんですか。要はまだ吉本。いや解消されたっぽいですよ。さっきなんかちょっとニュース記事なんか見ましたよ。今日付けでなんか田村亮テレビでやらないニコニコとアベマ、うん、ねなんかニコニコでねなんかやるらしいですからね。もし興味ある人は見た方がいいんじゃないですかね。慶応の謝罪会見、高校の宮迫ひろゆきさんが何ですか、おいてお前も道連れちゃって、何宮迫さんが僕のなんか言うスキャンダルを握ってるって言うんですか。何を僕謝罪するの？ニコ生であるみたいですよ。知らないです。3時からニコニコ公式で予約は行ってるよ。ねえ、枠ありましたもんね。もう僕はちょっと 見ないっていうか見れないっていうかあれですけど。ねえ、興味ある人は見てるんじゃないですか。ケイスケ・ホンダが宮迫擁護したらミーハーな奴らが手のひら返して宮迫擁護しだした。そわらわら。そんなことない。宮迫は何言うか、いや、そんなことないでしょう。はい、87号さんいらっしゃいます。こんにちは。いや、なんでそこまで本田圭佑を何に崇拝されてるんですか。いや、そこはないでしょうが、根元で反省なんていうの、まあ、とりあえず多分ね、泣いて、ね、反省してるふりはするんじゃないですかね。集団レイピーのこともあるよね。集団レピって何？わかんない、それは。はい。コミュニティフォロー、はい、ありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。しみじしいたちさん500ポイント、はい。何ですか？登場会、低評組組長。何ですか？僕はそんな反射するようになりません。どうなんでしょう。いや、事務所行けば行ったって。そういう人の、何登場会じゃないですよ。みんな仕事辞めて言い合いだって、いや事務所行ったってね、テレビやね、そういうとこはね、その事務所の人間、使うかって言ったら使わんでしょ、そんな反射ね、今イメージ悪いのね。それのせいでね、スポンサーもね、ちょっといろいろあれしてるし、ツイッターとか触ってればなんでもいいんでた。バイバイ、誰かじゃん。はい、手をね、ニュース、暇だとニュースがなんかねえかなってね、ニュース見たりしてね、ニュース記事ね、打ったりしてるんですが、はい。ここがありがとうございます。しめじしいたちさん400ポイント。登場会低音組じゃないんです。はい。暇つおいもさまりふさま、2000ポイント。はい。サッカー上手な日のサラダ、そこまで言ってませんよ。低音、皆さんこれ、チア殺されて、嬉しい。ちょっとコメントが多いですよ。なんで今日、ちょ、コメント早すぎて、はどこの事務所なんて、僕は無職ですか。無所属ですよ。屋上行こうぜって何があったんですか。箱根企画って何のことですか。事務所辞めても圧力なんかあるわけないって、ジャニーズの件で、まあどうでしょうね。まあ、確かにジャニーズなんだけど。ねえ、でも、視聴者がじゃあ問題は、視聴者がちょっと、はい、広告ありがとうございます。しめじしいたりさん、ありがとうございます。何ですか、東著著書会って、帝王組、組長組長って、山口が分裂したので、帝王は継がんだ、何って知らないですよ。王女じゃない、はい、帝王、俺の放送がそんなに面白いかっていうか、いやっていうか、何もまだゲームやってないんで、ちょっとね、あれ、渡りますよ。コメント裁くのが大変ってもう大手だね。そこ帰って渡れるって言ってんだろ。そうそう。帝王は山口じゃなくて田舎は帰る。コメント見るのにちょっといっぱいもうちょっと。あれですよ。帝王山口じゃない田舎は違います。知らないです。はい、ここもありがとうございます。黒社会さんが先っぽいって言うだから、帝王死刑囚じゃないですよ。ちょっとトイレ行ってきますね。ずっと帰るで移動した方が楽。ここで行く。志、ハマグリテインテイン、志。どういう意味ですか。まあ、とりあえず、ちょっと、どこ行きたいんでしたっけ。暑いから土下座。何言ってんですか。じゃあ、暑いのエアコン入れてくださいよ。
時事ネタ話し出すとコメント数が暴走するとか、はい、まさに惨事の後継者ですね。何なんですかね、それは。何だよ、僕みたいな低無職が何偉そうにそういうことを語るなってことで反応するってことですかね。JOOKだから最近スルーされちゃうこともあってちょっと寂しい。スルーってか、大手だからじゃなくて、じゃあコメントが一気に流れ出す、じゃあ全部追えない時もありますから。そうなの、まるで卵いくよ。って流すだけよ。偉そうに語るな。いや、ねえ、こういう風にね、偉そうに語るなってことになってるんですかね。ワイワイガヤガヤ。わかる。カラオケ歌ってって言うと無視されるし。歌ったでしょ、昨日。新帝王、幹事長、男子。帝王は子さんにはもう用ないってスタンスだからな。誰も用ないってことないでしょ。それが、徳川はそうなのを何が言ってるだけのテラフォーマーだよ。帝王のお部屋のゴミ屋敷なの。僕だって、だって分かんないことはやっぱね、そうなんですかってね、多分反応してるから。あんまり変わんないと思いますよ、帝王。嫌ですよ。まあ、本格的にコメント反応しなくなったら見なくなるって、ね、もしこう、ね、さすがに今くらいでもやっとなんとかね、コメントギリギリ、ね、反応できてますけどね、もしこれ以上、もしね、コメントが増えることになったら、さすがにもうね、全部コメントを、ね、500円停止するせざるを得ないでしょうね。僕だって仕事で放送してるわけじゃないので、コメをまなくても我慢して。そうですよね、別にね、仕事じゃないですからね。に対抗して、どうなんでしょうね、対抗。何の対抗ですか？コメント少ないよ。ダビスタやれば。コメント少ないならやる意味なくない。リスナー最長は冷麺食べたよってコメントすると、トキカワ、冷麺食べるの？なんでトキカワってサンジさんの方面でしたっけ？やっとプレミアム会員入店だよね。いや、そんなことないです。いいな。今日冷麺食べたいってコメントすると、冷麺食べるのって冷麺か、でもね、まだそこまで暑いわけじゃないけどね、ほんとジメッとした暑さがあるから嫌なんですよね。でもやっぱね、冷たい麺ね、やっぱ食べるとね、美味しい時期ですから。帝王は子さんプレミアムよりも新参無料を優先。いや別に特に優先とか、そのリスナーさんにその待遇か、いや、エアコン入れてるからいいですよ。帝王のフォロワーどれくらいプレミアムいるの？わかんないっす。あんまり数えてないですから。帝王なら、僕冷麺に入ってる錦糸卵食べられないんですよ。で話題を広げられる。ああ、だから僕は、僕ね、だから冷やし中華食べないんで、そばとかね、そうめんは食べますけど、冷やし中華とかそういうのあんま食べないですよ。エアコン許可だったら誰に許可ってことですか？親に。ああ、いえ、すいません。ただ、ちょっと今、フォロワーがね、ちょっと、満杯になっちゃったからね、どうしましょうね。これから入ってくる人、フォローできないかもしれないんでね、ごめんなさいね。もしね、フォローしてほしいの目当てでね、もしフォローしてくれたんでしたら、こう、参加してんだね、大変だから。粘着じゃないんですよ。冷やし中華食べないとか、なんで、あんま冷やし中華好きじゃないんですよね。ねえ、そう。ねえ、やっぱ卵が入ってるっていうのも、まあ、理由の一つですけど、やっぱりあの、冷やし中華の僕、つゆっていうんですか、あれがあんまり美味しいって感じないんですよね。冷やし中華に迷う添えると異京都で弾圧されそうですか？なんで知らない？わかんないです。詳しくないです。フォローされたら抜かれることはないでしょう。帝王に腐った、その辺はだから、フォロワーを特定しようとしてる。特定とかしてませんよ。やめてください、クソの卵。僕はあくまで本当に純粋にね、なんかまあね、その、フォローしてくれたお礼ってことでね、そのね、お返しというかね、そういう意味でフォローしてるだけですから。中京圏では冷やし中華に迷うは当たり前のようですね。僕は迷い入れたい派です。僕はマヨネーズ自体がダメだから、そもそもダメですけど。
腐った卵なんつけられた、ねまあね、マヨネーズ好きな人はもう本当にね、何でもなんかね、マヨネーズね、何でもね、かけて食べるってね、感じるみたいですからね。ドラゴンアッシュのメンバーに大麻渡したのって知らないです。知らない、なんかね、なんか大麻でなんか捕まって。なんで僕にマヨネーズですか？僕何でしたっけ？クジラ豆腐ってよくする？そうだよって言われても、そういえばなんか。フォロワーの生放送に入った？いや、あんまり言ってないです。あんまりね、フォローはしたけど、あんまり生放送は見に行かないっていうか、クジラまんじゅう買ってください。僕たち毎日食べてます。これ何なんですか？なんか買うといいですか？何で埋めたい？何言うんですか？あんまりね。あなた方は元の町の？トラウトに捕まってもうダメかと思ってましたが、あなた方のおかげで帰ってこれました。なんで買っちゃダメなの？何もお礼はできませんが、クジラ洞窟でも見学していってくださいな。あそこちゅちゅ、帝王の部屋に G 絶対いるよ、はい、うちも昨日出たし、いらない。いませんよ。帝王のお尻にマヨネーズ入れたい。あーって言われても、帝王さんは僕の放送来て、はい、よくそんなドブ声で放送できるな、ダブルってコメントくれました。してませんてか、神蔵さん配信してるんですか？これクロノトリガー？これ違います。ブレスオブファイヤー2ですね。時期的には確かに近いです。マジか、予定を最低だな。いやいやいや、やめてください。それっててか、ここ何、この洞窟が一体なんかあるんですか？モルフってすぐに壊れそうだな。何これ、帝王アンチの放送でカソワラってコメントしてくれたよ。してませんよ。カエルじゃないの？カエルですけど、クロノトリガーのカエルとは違いますから、下の方から声が聞こえる。グランパはいつまで眠ってるのかな？帝王最低だな。いや、グランパが目を覚ましたら一緒に武器を呼ぶ。悪コメチ知りません。キャッキャッキャッ。3番目のはロボじゃないの？何これ、3番目ロボじゃないですよ。やれよって言ってやらせるよね。やらせませんよ。言ってませんよ。言ってませんって、だから。これ、何グランパはいつまで？グランパって誰？どういうこと？グランパ、グランパって誰？やめてくださいよ。まだ消えないね。何？どこがわからなかったんか。いや、今初めて来たんで、何？グランパって何でした？なんか聞いたことあるけど。グランパって誰？味方にいましたっけ？ここどう考えてもグロくない？まあちょっとあんまりそういうこと言わない。そういうこと言うと権利気になるから。いやだ、僕他の配信見に行くことがあっても、あの基本的にコメントはしないですから。グランドファザーってこと？父ちゃん帰ってきたから、また洞窟の見物できるけど、やっぱりお客が来ない。気持ちいいよ。今この貧乏暮らしをバネにして、そのうち絶対ビッグになってやる。やめましょう、そういうこと。主人が帰ってきてくれて嬉しいですよ。だから、コメントしないです、ほとんど。見てるだけですよ、基本的に。で、マイカーズ貧乏で毎日クジラまんじゅうばっかり食べてますね。これグランパ？いや、ちょっと、間空いちゃったから余計に覚えてないんですよね。あれ、何すりゃいいんだろう。ここに、何ここが一体なんだっていう話ですけど。ブレスオブ底辺の警察署に花火100発突っ込んだのって、201国際でやさますこんじゃ、何助けが必要？警察署に森崎探すんじゃない？そんなこと待ってんの？森崎じゃないですけど、ちょっと待ってよ、まあちょっと考えましょう。てかね、ここから一体何をすりゃいいのか。帝王さんいらっしゃいって言われてたよ。はい、言われてません。だって僕、今日
基本的にややつけてね、あれだし。どこ行きゃいいんでしょう。他の放送で帝王ってコテハンで活動していいですか。ダメです。活動って何をしようって言うんですか。僕も河川敷でロケット花火数百発撃ってたらアパートの窓に飛び込んで、はい、あんたら非常識やねってめっちゃ怒られました。そうじゃ怒られでしょ、しょうがないでしょ。脅されましたって言います。何言ってんですか。活動活動ってどういうこと。どこ行けるんでしょう。他放送で帝王の米を唐突に貼ってもいいですか。はい、ダメです。いいんですよ、もう僕はおとなしく配信ね、静かにやりたいですから。ここなんでしたっけ、ここあれか。野宿のあれか。んなこと言ったってよ、花火場どこ飛んでいくかわからんったい。いや、方向、向ける方向はあるでしょうね。河川敷だったらせめて川の方にね、向けてとか。なった。え、米番わかんない。なってどう、どうなんでしょうね。今日もちょっといいですかね。ちょっと。いや、ダメです。ちょっとどうでしょう。僕のサブアカってどうなんでしょうね。エニスコアついてんですかね。僕帝王って言って生主してるんですけど、皆さん県に行ってくださいってコメントしてきます。何言ってんですか。ちょっと待ってください。ちょっといいですかね。ちょっと。僕も間違えて山手線に数十発撃ったことならある。それはそれで大丈夫ですか。叱られたんじゃないですか、警察か鉄道会社に。なんかちょっと気になってきたっていうか、どうなんでしょう。どうなんでしょうっていうか、いや、ちょっと、NG スコアついてるのかなって、ちょっと、いや、僕、普通に変なコメントしてないからついてないと思うんですが。公約サイトでズルするの壁ドンしてるのね。普通に変なコメントしてないからついてない。ちょ、すいません、変なこと言ってた。壁ドンっていうのは、公約サイトで違いますよ。ちょっと。今の誰の声誰の声でしょうね。ああ、よかった。NG ついてない。はい。今のは。よかった。違います。ちょっと。NG スコアついてないか。よかった。ボコチン、おはよう、昼飯は？はい、どうも、230コメさんいらっしゃいます。どうも、こんにちは。誰でしょうね。はい。どうも、はい。今日の昼飯は、やめて、やめて。誰もそんなことしてほしいって言ったわけじゃないです。何ですか？してませんよ。NG ダメ、やめて。はい、デオさんいらっしゃいました、こんにちは。もうそういうことで、ね、もう、ちょっと NG スコアがどんぐらいかなって見たかっただけです。今日は昼、お稲荷食べましたよ。どこ行っちゃうんでしょうってか、な、何すりゃいいっていうか、あれ、グランパ帝王のサブアカ知るチャンスか。宮迫のツイッター、炎上してるってレベルじゃねえぞ。そうなんですか。どれぐらいあった。ツイッター見てないから。それは私のいや、なかったですよ。中ですよ。いや、だって僕、基本的にコメントしないんですから。嫌ですよ。もう一回。これで何 NG？ 嫌ですよ。これでまた NG ついてたらどうするんですか。コメント1万引く。わら。誰のお稲荷食べたの？500円。誰のってスーパーで買った。本当は真っ赤だったんでしょ。何？稲荷やっぱ好きなんすね。何ですか。もう。変わってないでしょ。ですああ、ついた。誰かつけやがった。誰かマイナス1200つけた。本当につけてくれた。ひどっ。ひどっ。ひどっ。最悪。8個ぐらい。嬉しくないですよ。俺のついたら1000円ついた。なんかいろいろついた。何言ってんですか、余計なこと。帝王がサブアカで書き込んだってこと。今ちょっと試しにね。何個って4人も食べたの。どういうことですか。8個って4人って何を換算して1人2個なんですか。いなりって。どこ行っちゃいんでしょう。何色に変わった。え、
何色、黄色になって、一気に黄色になっちゃいまして、おかげで。帝王自作自演よくないよ。何が自作自演ですか。炎上じゃなくて擁護っていうか、ファンの気持ち悪いコメントがいっぱいついてた宮迫。擁護最低だな。黄色じゃまだ戦闘力が足りないね。いいですよ。もうやだ。いや、ちょっと本当にね、まあいい。この速さなら言える、宮迫で笑ったことがありません。どうなんでしょうね、僕もね、最近の宮迫はどうか知らない。宮迫のファンって反射性欲ってこと。昔ね、宮迫昔テレビ見てた頃もね、全そこまで宮迫面白いかなって気もしたし、ね、帝王の米ってちなみにどれ、ね、帝王の米でもいいです。女性の人増えるだけですから、もうやだやだ。ちっとも面白くない。あんなのが大阪出身って笑いを語るとヘドが出る。そうなんでしょう、ね、まあだからね、多分の頃が面白かった。宮迫がダメってこともないです。帝王無視するのやめて。やっぱり基本的にテレビね、やっぱ面白くない人がね結構多い。多くてファンの振り付けをつりにしようとしてるんじゃないの。テレビ見なくなったんでしょうね。これ見つけたら帝王のサブアカわかる。やめて。はい、どうも、宮田次郎コメさんいらっしゃい。もしも何か。帝王が4人いるってことはサブアカを指し示していた。何言ってんですか。司会を出ませるってあんまりいないからね、それくらいでもどうなんでしょう。まあ、司会、なんかね、ちょっと、ね、そういうの、ね、進行が上手い人だったら誰でもできる気がしますけど、宮迫に限らずなんで笑いを加えるのに学校行くんだよ。子供なんかね、お笑いコンビとかとかやってるとか聞いたけど、僕は宮迫を応援してるよ。さみさんと感覚、これ提供者の5000円さんと同じとこで詰まってない。え、提供者の500円って分かんないっす。どうなのね。いや、同じとこかもしれませんけど、あ、間が空いちゃったのが痛かったですね。2週間やってないからストーリー全然ね、ちょっと詰まってるならかわして、ていうか詰まってるかどうか知らないですけど、ちょっとこれ動画見た方がまだいいんじゃないかなってレベルですよね。動画で見て確認した方がいいんじゃないかなって、うん、ちょっと待って、これ動画じゃないの。動画じゃないです。手が鈍るのでそろそろタワーしたいです。手がもうタワーじゃ、ちょっとやってるからね。ってやつなのかな。しょうがないな。ちょっともうしょうがないっていうか、もうしょうがない、ちょっと前の動画ちょっと確認してちょっと見るしかない。手を詰まってるの？下剤飲む？その詰まってるじゃないですけど。やるぜ。手をずるしないで。手の秘密いいじゃないですか。自分の前のプレイ動画見るのは別に違反じゃないでしょう。ねえ、かみってる。はい、ジョニケさんいらっしゃいます。こんにちは。どうなんでしょう。多分この間の終盤のですよね。多分城の話聞いたのかな。自家発電の時の全裸に何して秘密言ってもいい？はい、何言ってるんですか。そのこと知ってません。いつ始まるの？え、何がですか。あ、タタお願いだから引退しないでください、はい、ずっと待ってます。宮迫さんの届けるお笑いが本当に大好きです、などなどついてますね。まあそういう人もいるんじゃないですか、やっぱ。まあね、人の好みはそれ。何、自家発電の時靴下だけ開いてるの。なんで靴下だけ開くんですか。意味がわからん。確か化け物がって話でね。なんだ、てっきり帝王へのメッセージかと思った。そういえばなんか、え、三つの目落ちそうっすわ、あいつとかなんか。そうそう、でどこ行くんでしたっけ。違う違う、草の人がどうとか言ってる。違う、改めてゲート村の調査。そうそう、この辺か。しめじ師匠となら頑張れる。変な魔物を、そうそう、バーディー、ギルドで見て、ちょっと待って、
とともじゃね、あの人たち。JO はこんにゃくよりふやけたカップ麺のが気持ちいいってつぶやいてたね。何のことですか。和骨です。はい、どうも、ポトフさんいらっしゃいませ。JO気持ち悪い。気持ち悪いのは今に始まったことじゃないか。お願いだからご飯を俺たちある時点を調べる仕事をしていた。ずっと耐えてます。帝王さんの届ける夕飯報告が大好きです。何のことですか。ゲート村で森の記事が突然変わる。ゲート村ってどこでしょうね。ゲート村って言えば俺が手を、そうそう、ってばあった村って言ってもどこ。ゲート村って最初の町って一体どこをすれば。ゲイの村？ゲイト村だそうです。レンジャーの仕事じゃない。帝王片栗粉で自家製ホール作る特技見せてあげたら。何の子です。知らないです。ちょっと待って、やろうなって気が。電話送っていい。ダメ、住所公開しないもん。ごめんなさいね、ちょっと今進行止まっちゃってますね。はい、ちょっとね、ゲート村で起きた事件を調べに行ったレンジャーたちがあって、なんかね、やばい仕事っていうか。ゲート村にどうやって行くんだ。500円送ってもいい。いや、いいです。送らないで。勇者の登場とかなんかあってるけど、釣りくんはその向こうを見て、ちょっと待ってください。ゲート村はまだ行けないよ。ゲート村まだ行けない。ちょっと待って、ちょっと頼むわよ。その時なんか言って早回りな帽子思うんだよ。なんかゲート村こと草の人の力を借りるんじゃん。草の人は森焼き人、そうそう、なんか言ってましたね確か。なんかね、会話することができるという、狩りの力は森が借りね。なんか確か植物人間みたいなのがね言いましたね。なんか草人間だからね、そういえば。なんかわらわら生やせばいいの。ところで長老がいた草の日だって、ちょっと前見せ物、そうそう、見せ物テントでなんかね見たことあるから、そこか。だからとりあえずその見せ物テントはどこかってことですね。はい、ああ、いつの間にか終わってた。はい、 7.4m。 はい、お疲れ様。どこでしたっけ。どっかにいましたね。高みに行くの帝王は。はい、いや行きませんよ。はい、でも、ちょっとすいません。はい、315名さんいらっしゃいます。わこ帝王、仲間がモンスターばっかり。これがドラクエ6なんだね。いや違います。ドラゴンは出るかもしれませんが。はい、319名さんいらっしゃいます。こんにちは。帝王の部屋で雑草育てよう。なんで部屋ね。せめてベランダでしょ。確かどっか見せ物小屋ありましたよね。どっかしたっけ。王様、わしのためにプレイしてくれてありがとう。はい、そう、大浅育てよう。はい、でも猫の手、何、大浅ダメでしょ。猫の神さんいらっしゃいます。せめてベランダで大麻育てるの。育てません。変なキノコは育つよ。キノコは育ってませんよ。はい、325名様、はい、こんばんは、こそばと。見せ物小屋ってこの枠でしょ。違いますよ。この枠が自体が見せ物なんですか。いや、それは否定できませんけど。どうでしたっけ、見せ物なんて。最初の方でしたっけ。近くの公園にこっそり植えるのやめて。何をですか、植えてませんよ。あれ、と見せ物なんて最初の町でしたっけ。何か、最初の町でしたっけ、見せ物小屋って。
問いいですか？いや、はい、はい、なんか答えられることなら、はい、どうぞ。どこでしたっけ？本名教えてください。嫌です。偽物という言葉が出てるのに、どうしてボロンっていうコメントがないんですか？ボロンも今こいつみたいにぴょんぴょんしてる？ぴょんぴょん、まことですよ。僕がそんなにぴょんぴょんしたら自信に、あれ？ない？本名教えられないような後ろ暗いことあるの？いやですよ。そんなにね、そんなことまで教えると思ったら間違いですよ。あれ？偽物小屋ってどこ？あれ最初の街にはあったりましたね。今日は歌いません。このゲームで歌うことないでしょう。帝王の本名は大五位に横島鬼です。なんで第五位、なんで三五線。帝王の本名は羽生結弦だよ。なわけないでしょう。それこそ羽生結弦に失礼でしょっていうか、あれ偽物がやってどっか行っちゃった。大豪院邪気でしょ。男塾知らないんですか。どこでしょう。偽物小屋はどこに行っちゃったの。帝王優さん、僕の質問いいですか？はい、まあ、はい、答えられる。ヒント出したい。指示中の血が騒ぐ。やめて。いや、それ、ゴヤケンさんが怒るから、やはりやめた方がいいです。男とは何とや？ねえ、ドブは哲学ね、言ってましたね。住所教えてください。嫌です。あそこになんか、今見たら、ありますね、これ。洞窟。海行けるようになった、あそこになんか手に入るんですか？ちょっと待って、偽物小屋は一体どこに行ったんでしょう。帝王ってタペタに似てる？全くこのゲーム知らないけど指示したい。指示しちゃダメ。でもあれ？どこでしょうね。こっちとか。あ、こっち行ける？こっちになんかある。初めて気づいたんです。帝王の森に引き寄せられてる。何ですか僕の森って。本名言っていい？誰の。帝王出た。タペタは晩成型だからまだまだ苦労しますね。そうですか。まあいいですよ、苦労することには慣れてますから。ポケモンアニメ久しぶりに見たけど、サトシの顔変わったね。そうなんですか。帝王の森ってて熱くて迎えてくれたの。アニメどうなんですか。あれまだアニメってやってんの。ネタバレ。帝王の森って熱くて、ごめんなさい。このゲーム知らないけど、適当に何指示注意して、あんまり変なこと言わなくて。今に調べたんだけど、肥満2度だったよ。そうですか。あんまりわかんない。BMI も知らないけど、何苦労することに慣れてるのは嫌ですよ。預かり屋っていいと思わない？もし預かったものをなくしたらって考えたら言ってだけでゾクゾクしちゃう。何言ってんのこのクソは。偽物小屋は右側にあるよ。知らんけど。まあ今ね、ちょっと順番に探してますから。てかここは何の何のあれ？セーフィー誰？わこ帝王、このゲーム知らないけど帝王がプレイするならわいも頑張る。はあ、まあ、何を頑張るか知りませんが、ありがとうございます。はい、帝王の分身さん、偽物小屋の妖精を逃がしてジャングルに行くんだよ。それロマサガでしょ。この偽物小屋帝王しかいないんだけど。僕
を見に来たんじゃないですか。ちゃんとリンプー殺した？どういうこと？殺したってか死にましたよ。死んで生き返ったんでしょ、確か。どこ行ったの？消えてなくなったってことね。え、どっかにありましたよね、最初の街と。何、ツイッター何、何、ジョローロンドンブーブーザー回転来るわ。ねえ、ねえ、よかったら皆さん僕の代わりに見といてください。あ、まああんまり大したこと言わないと思うんですがね、普通に謝罪して。ねえ、帝王の謝罪会見。あなた帰りに変身しましたね。それとも空を飛んできたんですか。空も飛べるんですか、キャラによっては。もしかして全く興味ない。ないですよね。あれ、偽物がどこ行ったの。今行ける範囲でない。どこ行っちゃった。宮迫、こんなん吉本の芸人みんなやってますよって言ってほしい。ありがとう。アニモエタイプに帝王にぶつけるしかやることがない。花畑のど真ん中に立て札があって、花を大事にしてくれてありがとうっての思い出した。え、花を大事、お花踏まないでっていうのはなんかあったよな、ドラクエのなんかの作品で。ね、それね、悔しいね、気持ちは分かりますけど、その怒りを僕にぶつけてもしょうがないでしょう。犯人にぶつけて。このままだと超1ミリも進まない。モテヤムだっけかな。超1ミリも、いや、まあ、待って待って、まだ言って探せばあるでしょう。犯人デブらしいから代わりに怒りを引き受けて。いりませんよ、デブだって。いやね、でデブだからね、やったってわけでもないでしょうし、ね、いくら僕がデブだからで、それで八つ当たりとか。まだ1時間経ってない、なんで337もコメント来てんですかっていうか、あれ、呪いだってこれ。338、犯人の自宅からアニメや漫画見つかりそう。そりゃ、だってアニメのね、なんか小説にね、なんか応募したんでしょ。法廷じゃないけど。もうちょっと皆さんペースコメント押さえてくれてもね、くれたら嬉しいんですけど。1時間しか経ってないのに300言ってお礼を受けたな。大手アピールですね。違いますよ。はい、相原さんいらっしゃいます。どうも、はい、こんにちは。でもコメントが多くてもね、リスナーさんの来場者数がね、ね、もう伸びないですから、もうね、毎回。じゃあコメやめるわ。ああ、そうですか、すいませんね。やめるわ。ああ、すいません。俺もやめるわ。ああ、そうですか。するなとは言ってないけど。ちょっとね、コメントね、勢い、ね、ちょっと下がった方がね、僕もちょっと一息つけるから。でもないですよね、偽物小屋ってどこ行ったんでしょう。1人分しか来場者数増やせなくてすんませんでした。いや、そんなことない。平安さんはこっちです。今日何人 NG ぶっ込みました。今日はまだぶっ込んでました。はい、383個目さんいらっしゃいました。じゃあ、平安は完全に見つけてコメント中の方が嬉しいの。眠いって言うかもしれないけど、平安3000人来てコメント中。いや、でも、まあ、それはどっちがいいってこともないでしょうけど、どっちがいいんでしょうね。でも、
やっぱりね、やっぱり大手さんはね、やっぱりね、コメントもね、来場者数もね、同じくらいのペースでね、伸びてますけどね。どっちがいいってことも、そりゃ、わかりませんけど。今から頑張って多少の放送に宣伝してきます。はい、いいですよ。帝王さんにこの前なんでスムージー入れるか聞いたランク入れられたんですが、これって日常茶飯事なんですかね。入れるか聞いたら NG 入れたんですが、日常茶飯事です。え、何なんで船長これだけはすごい大手なのに、いざ放送するとコメント全然ないとこあるよな。え、コミだけはすごいってな、いざ放送するとわかんない、どこか知りません。リスナーにいないものの不満をぶつけるのはナンセンスじゃないのか。帝王どういうこと、リスナーにいないものの不満さあよくわかんないけど、いやもう別にもうそんなね、誰でも書いてもねすぐ NG ってことはしないでしょ。これもし本当にね、僕が入れたそろそろ会見の準備したら、何の会見、あとこの前親御さんが何してるか聞いたら NG 入れられたんですが、これって普通なんですかね。そうですか、普通ダメですよ。そんなこといちいちね、 NG ね入れられたからってね気にしてたってしょうがないでしょ。NG ポイントは勲章。この BGM で歌って。何を歌うんですか。まだルーラ覚えてないの？ルーラとかあるんですか？なんかリスナー、なんかこのゲームルーラってないって話聞いたんですが。今カレー買ってきたんだけど5000円のお釣りを間違えて1万円札渡してきたけどちゃんと指摘したよ、褒めて。ちょうど5000円のお釣りを間違えて1万円札渡してきた。誰がですか？そのコメント自体に聞いてるからなんですかね。じゃないですかね、じゃあ。店員か。店員がですか。帝王ちゃんならもらってるね。何よ、さあわかんないですね。てかなんで5000円のお釣りで1万円札を渡そうとするのか、ちょっと そっちがよくわかんないです。バレなきゃいいんですよ。はい、バレなきゃいいって言ったってね。店員、カレー買うのに万札出すなよ、ダリーなこいつ。レジ打ち慣れないうちはたまにやることある。だって5000円で、だってね、1000円だってレジってなんか1万円札だけね、なんかちょっとね一番出し づらいところにあるじゃないですか。だから基本的にだってお釣りでね1万円札を渡すってことありえないじゃないですか。それなのに何を1万円札を渡そうとするんですか。昔監禁所のおっさんが5万円を5000円出してきたときはびっくりした。5万円を5000円まあそれならまあまあわかる。まあね、だから大きいのね少なくてな。少ない、あれにってか、お釣りって万札返すってありえないと思うんですよ。テンパってくると間違えるよ。そうなんですか。やってみたらそうなっちゃうんですかね。ていうか見せ物がどこに行っちゃったんですかね。帝王は何の店員なの。じゃあ僕無職ですよ。どっかにあるの、どっか行っちゃったまた。帝王がレジ打ちやってたとはたまげたな。いや、やってないです。やってたけど9000円を釣りのとこ8000円だとあんまりバレないよ。バレないって何それ。意図的に何、お釣りをちょろまかしたってことですか。それはそれで最悪じゃないですか。
バレないよってか。バレたらその歌詞、悪意があるってことじゃないですか。バイトが5000円札と2000円札間違えまくって大赤字になったって知り合いが言ってた。お釣りって見る？見ますよ。当たり前じゃないですか。あ、当たり前ですか。ね、そうやって、ね、意図的にね、そんな、少なくね、返そうとする、やからがいるって知ったら、なおさらでしょ。ね、ん？何？え？何？いや、やってないのに、あんな経験者みたいな返ししたんですか、テイオさんってどういうこと？お釣り見ないから怖い。いや、僕は見ますよ。あ、僕は絶対見ますよ。当たり前じゃないですか。多く返され、ね、多く返されたならまだしも、少なく返されたらシャレにならんでしょう。ね、そんなもんね、後から言ったってね、そんなもんいっちゃもんとしか言われないでしょうし。僕の場合ね、だスーパーで買い物した時もね、たまにありますからね、その、同じ商品2度レジね、通されたことあったから、僕はあれ、カチンってきましたもんね。人が見てないからか知らないけど、あれわざとやったんですよ。僕、かなりガチで聞いて、なんで同じ商品2回通してんだよってね、もうすごい。怖い。ねえ。どうしてこういうことが起きるんですかってね。太ってるからね。警戒してますよ。何が太ってるのから何ですか？太ってるから何？騙せそうって、ちょろまかせそうってことですか？殴りませんよ。口で言うに決まってるでしょ。何かクレーマーだって、ミスったのは向こうなんだから、店員側なんですから。スキャン、いや違うんだ、違うの違うの。だから、ね、あの、レジで、あの、軽いものをね、通そうとするとき、一回あの、ね、カゴじゃなくて、あの、ね、手前のところに置くじゃないですか、その、後で乗せるようにっていうの。で、それを乗せようとすると、そいつね、わざとかしないけど、もう一回レジ通して、違います、だから。実際その本当にだからレジね2回通してるね数が違うから、皆さんちょっとお人しすぎますよね。もうそういう風にねやっぱりねわざとねちょろまそうとするようなね人だっているんですから。まあそれはいいんですけど、見せ物小屋がどこ行ったの？見せ物小屋ってどこどこに行ったの？その仙人はどこの海に今眠ってるの？知りません。別に謝罪させただけですよ。別にね、ね、見せ物小屋は一体どこに消えたの？ひどいクレーマーの話をやるテレビのせいでクレーム入れるのが悪いことのように扱われてる。ねえ、だってミスしたのは向こうなんですかね、別に何も。看板って意味の白で、緑、青、水色。じゃあそこは指詰めさせたの？はい？何？指詰めさせましたね。あそこなんか光ってる。首にしたのか。首にはなってないでしょ。会見始まるね。会見、ああ本当ですか。ね、皆さんね、僕見れないんで見といてよかったな。いやまずいですね。今日1時間何にも進展なしって、ちょっと、これはこれちょっとまずいですね。見なくてもどうせここに報告に来るでしょ。まあそりゃそうでしょう。指示中の血が騒ぐんだけど、そろそろ行っていい？さあ、そりゃ五百円さんに許可もらってからにしてください。一応これ一応500円さんがね、提供してくれてるソフトですから、これ一応あと2時間やる予定ですよ。宮迫がここに来るわけないでしょ。500円さんがそりゃネタバレしていいって言うんだったらね、そりゃいいでしょうけど。たつだろ。500円はもういない。なんでいないんですか？
なんでこうやってさ、今います？ここはなんか光ってる気のせい。500円派5兆円になった。帝王が MG に減った。ああ、やっぱここなんかマップなの？これなんか意味ある？何？何かないかな？いや、そう。今見てるんだけど、司会の二人がうざい。はい、司会の二人ってだ、司会ってだ、誰？誰か司会やってんの？てか、司会がなんで二人なんですか？だ、誰がやってんの？何？芸人がやってんの？司会を。記者会見は字幕まね。うん、見てる。ねえ。ここも何？ここも何？驚きの格好できたよ。とどろきの格好できたよ。どういうこと？ちょっとごめんなさい。見えないかな、なんとも言えないけど。どこ行っちゃいんでしょう。わこ、さよう BGM に使います。はい、どうぞ。宮迫です。決めたぞ。はい、テッサいらっしゃいませ。こんにちは。え、宮迫ですね。何、そんなギャグ、そんなギャグやってんの？マジで。謝罪関係じゃな、な、何ですか？目の熊すごい。二人ともひどい顔してる。そうですか。これ量産じゃなくて。いや、そういうのはでも、化粧でいくらでもごまかせるでしょうから。まあ、あんまり、まあ、見てないかわかりませんけども。449コムさんいらっしゃいませ。はい、どうも。こんにちはです。引退してもいいぞというか、引退するんじゃないんですか？量産金髪のままでくさ。帝王が追い込んだんだね。なんで僕なんですか。追い込んだのは一応だからフライデーっていうか、まあ、フライデーっていうかさあね、その後ろに誰かいるんでしょうね、反射か。帝王宮迫に何やったんだよ。僕は何やったんでしょう。やったのはフライデーでしょ。なんで僕は出席しなきゃいけないんでしょう。吉本だよね。さあ、司会者って誰がやってるんですか。わかんないですけど、なんだろう、演技にしか見えない。演技、ね、僕も直接見てないからわかりませんけど、ね、でも本当にね、悪いってね、ね、本当に謝罪したいと思ってんだったらね、やっぱね、最初のね、闇営業発覚 した時点でしとくべきだったと思うんですよね。ね、多分ね、ここまで大事になるとね、思ってなかったからね、多分認識が甘かったからね、結局ね、こういう事態を招いたと思うんですが。一応俳優もやってたからね。まああんまりそういうね、泣いたからね。旅で稼いだ金で食べる飯はうまいか、コント見てるみたいだなや。え、どうした？宮迫、マジンガー Z の映画のアシュラ男爵やってて笑った。そうなんですか。やっと初期対応を間違えたよね。まあね、もうそれがね、吉本含めてもうそれがね、最大のやらかしでしょうからね。やっぱな、何もない。あと行けそうなとこあるんですか？宮迫の会見よりもこのスバの一挙の方が面白い。そう、まあそりゃ。いやー、何これ、本当にどこでしょう。そうですか。見える。このままフィールド彷徨って3時間終わるなんてことないよ。さあ、
わかりません。保証はできません。この会見は復帰の道あるかもね。いやー、僕はそういうのが絶対甘いと思いますけどね、僕は。そうやって反省ね、ね、そうやってね、どういう回転の仕方してるかしらね。様子っぽいげっそりしてる。多分それでしょうね、多分。そうやってね、多分ね、視聴者の同情誘ってね、なんとかね、芸能界復帰ね、したいとか、ね、吉本がさせたいとか。テレビどうせ見ないから別に、うん、ね、別に復帰しようがしまいがどっちでもいいですけどね。僕はそうです、自分に甘いんです、他人には厳しいけど。てか皆さんだってそうでしょうね、自分に甘いし。え、いや、いないってことはないんじゃない、うん、ね、何か作業しながら見てるかもしれないですし。どうでしょうね、見せ物がね、道中でね、ところどころ見かけたはずなんですけどね、それが消えてなくなるってどういうことってね。消えてなくなったんでしょうね。どっかに何かがある。街の中もう一回ちゃんと人の話とか聞いた方がいいんですかね、一回。最初からちょっと順番に。なんか聞き漏らした情報があるんですかね。今日は進まない。なんていうかよ、いや、うろうろ、ね、申し訳ないですね。しかも明日ちょっと選挙に行くって、まあ、ちょっと明日はブレスオブファイヤーちょっとね、配信できないですからね、ちょっと困ったね。今日進展なしで明日配信なしで、また来週ってなったらさらに忘れちゃって。これがバレないけど、みんな謝罪会見を見てるのかな。はい、そうじゃないですかね、やっぱり。やる気じゃないですよ。だからもうね、明日はちょっとどうしてもね、選挙、まあ選挙じゃないけど、ちょっと別の用事があるんですよ。このスバ見てるよ。だからどうしてもちょっと。500円が前切れたからって怖がりすぎ。いや、違いますよ。だどうしてもちょっと配信、ちょっと明日は無理なんですよ。片道2時間がマジならなら行かなくてもいいと思う。いや、選挙以外の用事もあるんですよ。それがあるから、どうしようもないんですよ。まあ、選挙はね、まあ、それね、行かなきゃ行かなくてもいいですけど、それ以外の用事がね、明日入っちゃってるんですよ。どうしても。エロブック買うの？違いますよ。起こしませんよ。ハロは日曜日やってないでしょ。これって何？てかこれって何？なんかこれが見せ物のとこ。カエルピョンピョン3時間とかすごい放送だね。ねえ、いや、まだ一応1時間でしょ。こっからなね、その次の行き先とかね、見つけてね。ねえ、ってこともあるかもしれないじゃないですか。まだ諦めるの早いですよ。なんでそんな分かりにくいところなの、次の行く場所っていうか、その、
昭和たちの町とか話とか聞きゃ、西洋も歩くときこんな帰るのとするの、なんか若いですか、しませんけど、お腹がたぷんたぷん、だって行き先がそもそも見せ物小屋じゃないしな、え発見しても無駄、え見せ物小屋じゃないんですか、明日ガソリン自分に巻いて暴れるんだっけ、え見せ物小屋じゃないの行き先、ちょちょちょ、違うの、えだって見せ物小屋の話してたでしょ、元の町に帰りね、ここのギルドの人らは、え母子の疑いがかかるってよかったな、いやねえでもそうね、偽物小屋はストーリー進むと場所変える、進むと場所変える、あのままの、話を聞いた後で仕事引き受けるなんてお前たちの、根性には負けるよ、ところで長老が言っていた草の人だけどね、ちょっと前に偽物のテントにいなかったっけ、片道時間かけていくってことは、あ、察してあげて、私みたいに頑張ってとしか言えない人たちの分も頑張ってんじゃん、ベテランが投げ出した仕事を若い者に振りたら無責任に思えるかもしれんが、お前たちには何とかなるような気がするんじゃ、宮迫と陽が今は見せ物小屋、ね、何見せ物小屋じゃあ何さっきなんかクジラのなんか洞窟のとこ、クジラの洞窟をなんとかしろってこと、 あそこを進めってことですかね、でもなんかあれね、なんかグランパって何でしたっけ、南の方に行ってこう、グランパってなんで入江は来ないんかな、言い訳言ってるよ宮迫、ドラウト、言い訳入り江って消されないか心配だな、いやどうでしょうね、だからただね別に入り江は単にねスケープゴートにされただけでしょ、闇営業のねあれでっていうね、だってねもう一つの方のね闇営業はね別に入り江関わってないんでしょ、しくしくめむこさんに振られてしまった、何もしていないのにどうして、毎回そいつと話するよな、やっぱりボッシュさん、エヴァの画面見捨てませんでしたね。そういえばエヴァとかなんかエヴァ教とかあったなって。帝王もあの写真に写ってたの？写ってません。事件の報道もあるし、これはただの言い訳だし受け入れられないよね。でもね、中には同情してする人もいるでしょうね。もうすぐここから用だけが消えますよ。そもそも吉本自体生活保護の不正受給とかヤクザまがいのことしてるし、ねえそもそもね芸能人と契約がねそんな口約束っていうか口頭でとかっていうのが明らかにね異常でしょうっていう、契約書交わさないとか何ね、ちょっといくらでも不正っていうかね脱税とかやねやり放題でしょ、これはまた炎上しそう、何が起きるのか、わしに言えるのはそれだけじゃ、人に取り付く魔物の恐ろしい話です、トラトさんが魔物だったとはね、騎士で嫌なやつだったけど魔物になるほどとは思わなかったわ、何でもほどほどがいいって、まあ、ほどほどはね、指示受け取るやん、指示受け取るやん、どういうこと？どの指示？帝王のことコメントしといたぜ。どこでコメントしたって言うんですか？っていうか誰が僕のことっていうか、宮迫の方で。帝王って誰って、そんなとこでしたってしょうがないでしょ。宮迫なんだかな。帝王、これを書いておけば帝王も有名に、はい、いいですよ、もう誰もいない、何もない、本当に何、宮迫くんの話全然見当違いのとこ調べてるんですかね、
クジラモン。帝王ナンバーワン。帝王ナンバーワン。いいですよ、そういう宗教的な、ね、そういう用意書の仕方は。帝王の素晴らしいとこ、みんなにもっと知ってほしいからもっと広めたい。僕に素晴らしいとこなんて何もないですよ。ちぐはぐ。まあね、急遽ね、取り決まった会見でしょうからね。殿は帝王ナンバーワンを覚えました。ね、敵にね即座に対応できるわけないでしょうし、なんかしらねボロ出るんじゃないですかね。それはいいんですけど、どこ行きゃいいんでしょう。カエル、まあストーリー考えたらね、カエルでね今まで行けなかったところに行けるようになるっていうのがね、まあゲームのねストーリーでしょうけど、でも自分の町とか意味ないでしょうし、盗賊のとこだし、男女の意味ないし、町探すとしたら、宮迫、演技っぽくて笑える。なんか帝王って年齢の割にしっかりしてないよな、はい、ブレブレっていうか僕ブレブレ、精神年齢はね、まだね、10歳ですからね、いくらでもブレブレですよ。帝王人間でいつといくつなの？さあ、内緒教えません。なんかありますかね。武器や防具や。もうわざっと見ちゃう？いいですよ。バトルショーってのはこの人もわかる。北に行くとターグスのウィンディア。リンプとバーデンの戦い、名勝負だったよ。ワザップ見づらくなったから嫌い。そうなの。いや、僕あんまりワザップ利用してないかわかんないけど、何度体を丸めてダッシュする特技があるのでね、僕にはちょっと真似できないよ。やっぱ当初はやらせだって話聞くと思う。いや、あんまり話も変わんないし。それにしてもバトルショーって筋書きなりドラマなのかな。帝王ちゃんが悪いって会見の2個目流れてるよ。マジですか。相談、何か悩みがおありですね。私がエヴァの顔に変わってお話を伺いましょう。何をやめないですか。本的に帝王のせいだからな。何ですか。ルーム、あなた方の旅は今や世界中に広がっていますね。海をまたり、まだ見ぬ土地へ、そこへあなた方の問題を解決する手がかりは、海とか海に行く、海を行く生き物が力を貸してくれば、海を行く生き物って。もしかして帝王って。何クジラってこと？帝王っていう意味？違いますよ。あ。クジラ、だからクジラ洞窟ってか、クジラってことですか？自分について。あなた本当に気持ちいい。ワイのチンチンから海が出てるで。あなた誰も憎まないの。この自身ネタバレ中だぞ。じゃあいいじゃん。だやっぱあのクジラのとこで なんかしなきゃいけないってことでしょ。あのクジラの洞窟なんかグランパー、あそこで何かすりゃいいってことでしょ。ってことはですけど、ただあそこのね洞窟の中入っても特に何をすりゃいいんでしょう。まんじゅう使う。いや、あそこの中でまんじゅう使うと何か起きるのか。そんな単純なあれ。
帰るってこと？よくわからんけど、もうストーリー的には何も海でもっといろんなとこ行けんってことになるんですかね。どうの件どうでもいい。はい、どうも、フンコロさんいらっしゃいませ。どうも、はい、こんにちはです。ブレスオブファイヤー2の今、はい、初見プレイやってます。ちょっと今どう進めたらいいかちょっと、まあ、迷子になってますが、だんだん謝罪会見の米が荒れてきてくさ、はい、まあ、まあ、ボロが出るでしょうね。僕じゃないっすよ。宮迫とね、田村亮でしょう。まあ、所詮はね、星のための会見でしょうからね。米で顔が、まあ、相当荒れてるんでしょうね。正式にフォトトークになるのかな。さあどうなんでしょうね。番組自体が誰かしらもう一人入れて宮迫の代わりに誰か司会ねできそうなね、いまだにやめるってねつもりがなさそうですから。帝王ちゃんやれば。僕司会無理ですよ。タイトル変えるか、どこがそんなに面白いじゃない。吉本のヤバい部分暴露中。暴露中。宮迫さんぶっこんできた。さあ、わかる。何を言ってんですか。これ何、どうでしょうね、ちょっと。やっと吉本自体が闇だわ。ねえ、
闇でしょうしね。間違いなく吉本からの復帰は無理だね、これで。わら、そうですか、ね、道連れですね。どうでしょう。いや、吉本はでも、吉本を潰すのは無理でしょう、いくらなんでも。てか何、クジラまんじゅう違うの、何、どういうこと、とっておきってどういうこと、ちょっと待って。とっておき、何、これ大事な。わからんな、もろくてすぐに壊れそう。ねえ、グランパいつまで眠ってるのかな。グランパが目をしてね、どうやって 目が覚めるの。キャッキャッ、旗色ちょっと変わりそう。旗色ちょっと変わりそう。帝王も何か暴露とかない。はい、パクラありません。必殺のビリビリ。ねえ、ここで何すりゃいいんでしょう。もらってるとか暴露したら。もらってません。ちょっとわかんない、どうしたいんでしょうね。ちょっとわかんない、うん、ちょっとすいませんけど、恒例のちょっと トイレ行ってきますね。教えたい、うん、ちょっと我慢して、うん、ちょっとトイレ行ってくるんで、ちょっとその間、はい、タワーやっててください。ちょっとちょっとお待ちを。はい、またアリバイのない時間。ああ、はい、すみません、お待たせしました。何が逃げたんですか？何がまたアリバイのない時間って。だからか数分で一体何ができるんですかね。か、うん、どうしよう。わかんないっすね。なんで、キャッキャッカクク。何をすりゃいいでしょうか。データを置く。クジラまんじゅう、何これ。これを使うんじゃないの？使う必要がありますね。宮迫さんの株がちょっと上がったよ。そうですか。何暴露したから。まあ何暴露したか。
でしょうけど、どうしていつまでね持ってる。起こすってどういうこと？なんか起こせるアイテムってある？体力回復、毒の強気付き合い、気を打つ、スタミナがある。もうこれ、手をね、使っちゃっていいんですかね？帝王釣りと狩りしないね。何？釣りと狩りしなきゃ攻略できない？できないんですか？そういうこと？そんなバカな。合体を解除する。何でしょう、合体って。こちらも騎士の釣り楽しいのに、宮迫さん泣きゲー下手だね。そうですか。グラグラしてる。グラグラ。釣りとグラ。釣りってここじゃ無理でしょうし。釣りをしないとなんかあれってこと？まだ続いてるし。今何メートル？ 16 点。頑張りますね。どうしたらいいの？また来てくださいじゃないけど。しょうがないでしょ。いらないもんな。クジラと。ここでなんかする。こちらは深夜です、はい、ブラジルより。本当ですか？ブラジルかな。わざわざ配信見てくださってるんですか？はい、558コムさんいらっしゃいます。はい、どうもこんにちはです。ちょっと今ブレスオブファイヤー2やってるんですが、ちょっとストーリーちょっとね、ちょっと進行がちょっと行き詰まっててね、どうしていいのか。どこ行けんでしょう。ショコメが立て続けに NG 食らったから殴っている。はい、知らないですよ。誰を？僕を殴るの？僕を殴ったっていいですよ、ね、NG は何がいいですよですか？
ありがとう。ユーミンに何がありがとうですか。クジラに何をするの。クジラ、クジラ、はい、39.7m、 結構行きましたね。はい、ありがとうございます。帝王さんのせい、僕のせいとか言われてますね。え、ルジシーですか。ねえ、それ相応の自己責任でしょう。帝王さん、おこんにちは、はい、にゃん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 、はい、ダテドラクさんいらっしゃいませ。はい、おこんにちワンワンにゃんにゃんにゃん。今日アミの話題が吹っ飛んだね。そんななんかすごいこと暴露したんですか。何を暴露したっていうの。吉本の何をあれしたんですか。それ相応の自己責任だと。え、いや、何を、の自己責任。夜は用事のため扉閉めない。ちょっと待って、ね、あーでもダメか、出ちゃう。吉本の会長と社長は辞めざるを得ないくらいの発言、どうせあれだろ、来週からフォトトークになりますって発表でもしたんじゃね。わかんないっすよ。ここ関係ない、なんか情報聞けないっすかね。この辺に偽王子が作った武器庫、あ、なんかある。このスバの一丁を出された、慰めてブワ。ロイヤルクラウン、未だに追い出しってあるんですか。ひどいですね。あれ、今日も契約解除になってたのか。ジャニーズ、吉本、双方が大きく動きそうな年になりそうですね。端的に言うと社長に脅されてどうにもできなかったみたいな感じよ。社長に脅されたって言っても、なんか引退しない話になってきた。え、引退しないって何。吉本は辞めるけど何、芸能活動は続ける的なってことですか。ありがとう。まあ、ちょっとね、会見直に見てないから何とも言えませんよ。テレビ業界を牛耳ってた両事務所のほころびが見えてきた。そんな感じです。なんかね、いろいろ最初から謹慎って発表されてたしな、宮迫。何そのガキつかの月亭みたいな流れ。ジャニーズと吉本が合併するしかないな。ねえ、だからもう今ね、そういう芸能事務所のね、多分ね、もう潰し合いがもうひっきりなしなんじゃないですかね。え、何いや、あの、うん、ちゃんとあのタイトルにネタバレ厳禁ってね、あれしてますからね。最後に宮迫はやめへんでって言いながら歌うのか。ヒントはゲーム内でもコメントでも出た。ゲームでもで、コメント、ゲーム内でも出てた。え、だから、海に行くのになんかクジラを起こさなきゃダメってことじゃないですか。ネタバレ厳禁だからみんな金を与えないようにしてるのよ。ね、南東行くといいよ、南東。多分。出てた。いや、さすがに今からコメント全部読み返すのちょっときついし。ゲームで出てたっつったら、教会で聞いた話ぐらいじゃないんですか。知りじゃないですけど。いや、やっぱりただ土曜午後に会見する時点、ワイドショー内に知事狙ってるって思われるし、遠回しなヒントだなと思ったし、多分気づかない。遠回しなヒント気づかない。じゃあ気づかないでしょうね。あ、吉本言うたらヤクザや。まあね、芸能自体がね、もうヤクザですからね。ダイヤ売るんか。ダイヤ売ると解決するの。
それはさんまの名探偵のセリフや。うん、あ、すごいね。わかる人はわかるんですね。ねえ、この人伝説の包丁狙って盗ったからね、結局捕まって城のどこかで働かされている、ね。でも情報は出すね。わからんね。水は流れる、ララララ、流されるは、さっきアイコンに出水道、子供からバチスに乗って遊ぶ。いや、もうここはやばい、もうここは何も情報聞けないんですかね。なんでしょう。ねえ、そのゲートの村もどこだか知んないし、見せ物小屋も先だっていうし、あなたのための払いの国も。このゲームトイレ好きだよね。この道地選んだ会見自体、逃げてるってイメージ持たれる。ねえ、だからほん、何がしたいんですかねって。すごい時代だね。あ、やっぱ言語変わるとそういうのもなんかいろいろ変わるんですかね。でいただいた白桃をいただいたのですが、滴る水分口の中に広がって鼻に抜ける桃の香りでたまらんです、はい。いいですね。わからんな。いや、今日本当に進展しないかもね。もう言って1時間40分ですから、もう半分過ぎてるんですよね。ヒントがあった。あ、2回目のいただく派食べるって意味です。はい。来ないとこでも行くしかない。こりゃ1年じゃ終わらんわ。マジですか。この間ハンターの2人組がいらっしゃいましたが、欲しいところで食べられませんでした。お前こんな長い時間進展しない動画流してたのか？動画じゃないですよ。リアル配信ですよ。魔女のパーティーの。魔女関係あるんですかね。ぴょんぴょん動画。だって。でもなんかカエル大好きな帝王。マーチャもどっかこの塔って関係あるんですって。お腹空いたらカエルを取りに食って行って食ってたんだっけ。何のことですか。でももういないかね。いやー、あんまり、いや関係ないよな。どこ行きゃいいんでしょう。ヒントがあるって言ったらね、やっぱそのエヴァ教のあれぐらいでしょ。買い出し行ってくる。はい、どうも行ってらっしゃいませ。すいませんね、全然進まなくて。台湾でカエル食べたけど味は鶏肉だった。鶏肉ですか。いや、わかりません。いや、こういう街関係ないですよ。
分からんな。ヘルシーって言われてるけど、どうなんです？カオル。さあ、どうなんでしょう。カエルでしょう。カエルだ、まあ。なんとなくね、想像はつくような気もしますけど、泣いてる。泣きたいって泣きたいですよね。なんだろうと。じゃあ泣いていいよ。いやいいです、泣くのはクリアしてからエンディングまで泣くんじゃないって、ね、いやヒントがあったがあったって知らない。なんかありましたかね、そんな。遠回しなヒントなんと。ゲーム内でもコメントでもですか。西のカピタ村にあるやつね、こんなのね、昔の話だし。違うのかな。量産いい子やね。ね。マジかよ、吉本最低だな。さあ、そらそれでちょっとひどくね。グリとグラ。グリとグラ。じゃん、ヒュール？ああ、瞬回路、そういえば言ってましたね。うん、レイさん見た、男前でしょ、そのエヴァ教の偉い人。うん、そうだ。ダヴィンチで。あのね、世界中に広まってる。海を渡り、まだ見える。問題解決してかかります。海を行く生物が力を貸してくるの。ただ、クジラでしょ？だから、あの、
だわ。ただクジラをどうどうする。またネタバレジジイに会いに来てる。クジラにどう、クジラを何どうどうすれよ。でも世間で需要あるの順だけだよね。どうどう、そういうこと言えね。自分、あなた本当に気持ちいいです。連れていくメンバー時々入れ替えた方がいいですよ。戦いに参戦するの経験だけではなくいろんな情報能力が身につくんですよ。でも分からんな。グリとグラグラ、宮迫の喋り方明らかに嘘くさく感じるのは俺だけか。さあちょっとね、僕はね見て聞けてないから分かりませんけど。どこ聖魔城、インド、ポルセアの街どこ、ちょっと待って、おポルセア、あポルセアだか、ポルセアか、共同体。吉本解雇されても今じゃ YouTube あるし、そっちでやっていけそうだよね。宮迫はさておき要は本当のことを言っていると思う。YouTube ででもね、今までみたいにね、でも、YouTube じゃそりゃね、それなりに稼げるしね、今までみたいにね、ギャラ100万とかもう無理じゃないんですかね。それでも稼がなきゃってことなんですかね。ちゃんみたいにアムトでも稼げる？さあ、わかんない。ラムト以上に稼げるでしょ。元スマップもネットに活動の場を移したし、ね、2時間経つぞ。もうどうしようもないけど。わからんな、何すりゃいいんでしょ。これいいの？セラ、100ルピーでいいよ。何これ？ギャラ100ルピー、何これ、この、何これ何ですか、ここは。香り取ってスマップやめたのに結局ファミマであんな変なキャラやらされてるよね。さあ、ファミマでなんか やらされてるんですか、知らないですか。消しカラーに30か、まあ、ここあれか。いや、わかんない。どうしよう。仕事あるだけええんやで。まあ確かにね。どうしないんでしょうね。どこ行きゃいいんでしょう。いやー、本当にわかんねえ。おお、仕事 NG じゃなかったのか。消しましたよ。やっぱりあそこのクジラのとこで何かしなきゃでしょって。何すか、あと1時間しかないぞ。いやもう今日は諦めてってか、もう今週は諦めて。延長してもどうしようもないでしょ。あそこで何かをすればいいってこと？何をすればいいってね。ダビスタ？あっこの単語は NG にされるぶわ。NG にはしませんね。わかんな。来週も諦める。他に行けるとこないんですか。こういうとこだが実は入り口になっているとかなことないし、
ズム直った？一応直りましたよ。はい、630。ごめんさん、いらっしゃいませ。こんばんはです。生活リズムまだ待ったけど、このゲームの攻略が行き詰まっちゃってますね。まあ一応ネタバレ厳禁なんで、もし知ってても、申し訳ないけど、ちょっと黙っててくださいね。明日放送あり？明日はごめんなさい。明日ブレスオブファイヤーお休みです。あ、それは無理か。無理。そっちは無理。諦めて。なんなんでしょうね。こいつをだからね、町から救ったってこともなんか関係あるんでしょうね。だからね、ここを通れるってことは。だからここで何をするかってね。ここで一体何をすりゃいいんでしょう。それがわからない。考えたいけどね。帝王みたいなカエル。キャッキャクククク。キャッキャクククク。あの柵って壊せないの？ねえ。壊せないんですかね。もろくてすぐに壊れそうだ。ここが壊すってどうやって？体当たりじゃない。え、なんでしょ、これどうやって壊すんでしょ。壊れるほど愛して、壊れるほど愛してる。誰かいないとダメってこと？まさか。パーティーメンバーに誰か別のやつがいないとダメとか、そんなことないっすよね。誰があって怖いの？ムーディー勝山は許せ、弾幕流してるやつなんやねん。まさかこれ、こいつがいないとダメとか、そんなオチないですよね。こいつがなんか、こいつが大工だから何、壊してかあれってこと？
病院でしょ。何よ、入れ替えでもない旅。何をしてるよ。離れ席してたんだけど進んだ？全然何もかもがあってか分かんない。何すりゃいいのってか、あそこで何かすりゃいいんでしょうけど、何よってんのが、他に行けるとこないですよね。情報収集してみたら？情報収集？どこで全部の街で？どうせカエルになってるんだし、ヒント、カエルとかなんじゃないか。ヒント、カエル、カエルで行けるとこってこと？ヒントは出尽くした。出尽くした。どこ行けって言われてるの？どこ、いや言われてないんですよ。言われてないから困ってるんですね。いや、言われてるところはあるんですけど、そこはなんかまだ今行けないんで、多分ね、その、海に、ね、海を移動できるなんかね、多分クジラかなんかを手にね、そのクジラをどうやってってね、話でしょうね。魔女に会いに行くとか、そんなバカな。ネタバレ禁止でこんなに長時間ぶらっても誰も説教しないの、ほんとすごいと思う。クジラだって引ければ起きるだろきっと。火をどうやってつけるんですか。あの柵を壊せりゃいいんでしょうけど、ここじゃないですよね。ここの魔女が何帰りにあれしてってこと、恩返し。このゲームにプレイだけど滝とか行けないんすか、デブダみたいに。滝は、いや滝は行けるって、滝は、ん、滝ってでも他にありましたっけ。滝は、いや行けるには行けるでしょうけど、滝って他にありましたっけ。
コンデブダがデブダに聞こえたぞ。何ゼルダだね。ゼルダーゼルダデブダ自らヒントを拒んでるんだからしょうがない。自分の力で頑張ってくれ。別に僕はヒントいいんですけど、一応このソフトね、リスナーさんからやってくださいと、まあ、提供して、ね、いただいたゲームなんで、でその提供して、ね、くださったリスナーさんがね、ネタバレ禁止でやってほしいってのはね、一応そういうリクエストでね、やってますから、そういうのがなきゃね、僕は全然ヒント教えてくださってもね、ちょっと構わないですよ。まあ、しょうがないですね。はい、656個目さんいらっしゃいますと思う。はい、こんばんはかな。こんにちは。ヒントは全部出た。残る派ネタバレのみ。このブレスオブファイアどれくらい好き？ヒント全部出た。ブレス、ね。このブレスオブとどれくらい好きって。いや、タワーしてまだ、タワーちょっと待ってですよ。じゃあやっててください。ヒント出た。何にもヒントなんて、ヒントもヒントも出てないような気がするんです。宮迫さんまたぶっこんだ。またぶっこんだな。っていうか、まだ続いてんの。どうでしたっけ、ね、こっちでしたっけ、ね、もうクビなんだからテロリスト並みにやっちまう覚悟なんじゃね。いや、そう、いや、だってまだね、芸能活動、ね、吉本辞めても、ね、芸能活動はね、続けるって腹積もりなんでしょう。さすがに、吉本をね、敵に回してまで、活動できるのかって話でしょう。YouTuber ならいけるでしょ。帝王は吉本的にしてもやってけるもんな。いや、そもそも吉本はもう僕なんか相手にしないでしょうけど。帝王すごい。なんでだ。低チューバー、いつも見てるよ。低チューバーって何ですか。何がさせてって。天然汁してよ。はい、どういうこと。10メートル、はい、お疲れ様です。わかんねはい、どうも、コミュニティフォロー。はい、すいません、ありがとうございます。全然進んでない。ブレスオブファイヤー2ですが、はい。よかったら見てください。なんかあったかな。
慶応運動会でいつもビリな感じの子だった。そんな子です。走れるの昔はね、いやー本当に全然進まないけど、どこ行っちゃうんでしょう。中学は南部だったの。公立だったら強制だよね。強制でもないですけど、中学は卓球でした、デブですね、俺は中学強制的に部活禁止だったぞ。禁止ってどういうことですかね。卓球の玉なんで玉焼くってどういうことですか。重そう。重いでしょ。ラケットで打てないでしょ。強制的に部活禁止ってどういう、ねえ、よくわかんない、ね、どういうこと。強制的に部活禁止って何かやらかしたんですか。進学校は成績不振者に部活認めないのよ。中学校、はい、でも部は、いや公立は、ねえ、私立だったらそういうのあるってことですか。普通にねえ成績不振者に。3年間すべての定期考査で不動の最下位だったからなそうそう、それはすごいし。くさ、いや笑えないでしょ。笑えよ。いいですよ。僕もいて、そこまでね、大差ないですから。笑えませんよ。はい。何がはいって、そんなもん見せても笑えませんよ。今の状況の方が本当に笑えないでしょ。見せていいではちょっとどうしよう。本当に全然進展しないままもう2時間も過ぎてる。どうしよう。バイ。いろいろしすぎいや、わかんないですもん、本当に。何かイベントやり逃してるとかね、そういう感じってことですか。あれ、マジはもういない消えてなくなった。ここってダンジョン脱出できないんでしたっけ。確かタイルできる。ヒントって何もらったんですか。さあ
なんかもう十分なヒントもらったみたいなコメントがあるんですが、僕にはさっぱり何もちんぷんかんぷんすぎて、そりゃね、ネタ知ってる人にね、あれしたらそりゃね、ね、どのコメントがね、ヒントとかね、あれでしょうけど、何にも知らない人にはね、どのコメントがヒントになってるかもね、ゲームで1時間詰まるたびに1級さんを達成。嫌ですよ。あ、すいません。いや、わからん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 。わ、骨ボールペン入れていい？いダメです。はい、テオの尿道からこんにちはさん、いらっしゃいます。いらっしゃいです。だから帰りで行けるとこってことでしょ。帰りで行けるとこってどこってこと？帰りで行けないところがどっかあります。帝王の尿道。何言ってますか？いやー、無駄にレベルだけが上がってきます。情報の整理と言われても今からコメント全部読み返すんですか？700言ってあるんですか？どっか今まで行った町でってこと？ウィンザー大空へ続く町と呼ばれています。魚が売りたい、魚が売りたいよ。どういうこと？大きにはおおと大腸の能力が伝わるって話よ。わしの若い頃には大きな鳥、まだ大きな鳥が見られたもんじゃ。宮迫国際芝居入ったな。そうですか。わかる。少し前に泥棒に入ったの、その班にいたコモミね、もう捕まえたでしょうし。
ティーク安い、泥棒に逃げられた。私ももうちょっと安いだろう。西の方。なーにもな。潮の中にやむやむに入れるわけにはいかないのです。東の土地との行き来は、南にあるガキの浜が狭いところを渡るといいでしょう。もうどこの町もっていうか、ニーナ君の力になってやってくれ。こっちが力貸してって話ですが、吉本の株主だから大丈夫って相当やばい発言きたぞ。誰が言ったんですかそれを。その発言を誰がしたんですか。ちなみに次の目的地ってどこです。わかんないです。やばい、神取りのがされちゃう。世界中に広がっている。行生物。俺らは帝王の株主だから何かあっても安心してね。記者側が凍りついてるぞ。わからない。僕の脳みそも凍りついてる。わかんないわかんないわかんない。これ何、ここの浜辺から海に行けるか。ハロンジョン消したいでコンビ組むべ。ニコニコの記者来た。でもこれね、この洞窟行ったってしょうがないし。これ進んでも帝王めちゃくちゃ文句言いそうだな。ネタバレなしだとこうなる。なんか多分言いそうですね、多分。こんなんわかるかとか絶対言いそうですね、多分。ねえ、もし進んだとしても多分言いそうですね、なんか。こんなわかりにくいのどうやって気づけって言うとか、ボロクソ言いそうですね、もう。大体日本に想像はつきますよ。言いそう、わら。さすが帝王。多分言うでしょうね。もっと分かりやすくしとき、ねえ、ねえ、多分言いそうですね。どうしよう。本当に行き詰まってる。
でも海とか帰り行けそうなんてないですよね。毎日やってたらね。いや、エアコンはつけましょう。もうしょうがない。暑いの我慢したってしょうがないですよ。どうせこれからね、どんどん暑くなるんですから、遅かれ早かれね、つけるんですから。どこ？ニコニコの記者がなんか語り出した。何？同居人エアコン嫌いなのよ。同居人がいるんですか？なんだまた500円ニキと喧嘩する流れになるのか。喧嘩はしてませんけど。500円さん今見てるんですかね。もう待って、ギブアップでか、ちょっとね、ここだけちょっとネタバレね、ちょっと教えてほしいんですが、ダメですかね。縛りプレイじゃないですよね。さっき惜しいことはやってたけどな。惜しいことをやってた？な、なに、あそこでなんかするってこと？500円やらかしたら永久追放でいいでしょ。いや別に500円さん別に何もやらかしてないからですけど。だからやっぱりあのクジラのとこで何かするってこと？いや、惜しいことやってたって言ったら。会見やったから帰ってきたぞ。そうですか、お帰りなさい。進展は全くしてませんから。あそこで何かをするってこと？何をするってこと？帝王ちゃんも会見やって、わざっぷの出番ですよ。クジラの柵を輪風で壊せ。あははは。思いくそ ね、ネタバレが来ちゃったんですが、500円さん、怒ってないですか？言ってしまった。何も聞いてない。リンプストレート来た。リンプで壊すの？って言って聞いたし。いや、いや。リンプの何特殊能力っていうか、そういうのってこと？まあお前170キロの顔面向けた直球じゃないとわからないの？どういうこと？リンプ？ってことはリンプ戦闘ってことですよね。本当にそう、そんなことで。柵壊せないのとかヒント出てたのにどっか行ったし、ここまで迷ってて本当に支障を出してくれる役には俺が代わりに戦うわ。いや戦う、いやでも柵壊せないって、いやそりゃそうでしょうけど。社長の圧力で体験できなかったんだって。だからランドのね、なんか体当たりみたいなあれで壊すのかなと思って、リンプで壊すの？でもね、ここでこれを何これ、リンプの何なんでここだけっていうか、じゃあ何他にもリンプどっか壊せるとかあるんですか？リンプってこれ、はい、何社長の圧力で回転管理してれば、そうなんですか。はい、つけもさえいらっしゃいますとかね、そういうのやってないですかね、全く。社長、どうなんでしょうね、本当に。何じじ。あってなかったね。なんじゃ、人が降ってきたぞ。大丈夫か？上からこう、これるか知らなかったなーって。わら、まあこの2時間半なんだったの？まあいい、まあ、しょうがない。わしは、この子たちに、ここへ連れてきてもらったんじゃ。何？ん？キャッキャッククフ、何これいるか？それにしてもお主たち、ここはどんな場所か知っとるか知らない。ここは世界で最も大きな種族、クジラ族の口の中じゃ。クジラ族はすごいぞ。人を乗せて海を渡し、もちろん人間の言葉もわかる。じゃあこの頃この、この人は眠ってばっかりでな、今も話をすることができんのじゃ。
何度も起こそうと思って喉チンコを蹴ってみたんじゃが、グランパはね大きな石の人形をね飲み込んだんだよ。そうだよ飲み込んだんだよ。トリにトンヤ、お前たち何か知っておるのか。ちなみにグランパっていうのはこのクジラの人の名前じゃ。それでね、その人形は怖い人形なの。そうなの。夢に出てくるの、変な石の人形が出てくるんだよ。怖いね。夢の中に出てきた人形が、夢の中で、で、眠れって言うんだよ。グランパ、そう言ってたよね。石の人形じゃ。そういえば、この奥の胃のあたりで見たような、しかし本当にその人形のせいでグランパ眠り込んでいるんかの。嘘じゃないもん。じじい嫌い、もう乗せてやんない。すまん。お主らが乗せてくれんかったらわしゃっこで死んでしまうわ。ところでトリーとトンヤ、そうそう家に帰りたいんじゃが。じゃあ送ってく、ジジイ乗って。ありがとうよトリア。それではわしは帰る。わしの家は西にある砂浜じゃ。ここから先はネタバレ禁止で行くの。そりゃそうでしょう。わしの家は西にある砂浜じゃ。あの家、何かあったら訪ねてきてくれよ。帰っちゃうけど、で僕らとどうすりゃいいんでしょう。これで帰りで泳げない。何？言わない方が良かったの。いや、なんとも言えません。これはのどちんこ。これなんかさっき叩くとか言ってた。これもリンプってこと？で、どうなるの？チンコ。中国の工場爆破したのって。知りませんよ。何でも、もう神奈川関係なくても、もう何でも僕じゃないですよね。延長っていや、なんであと20分で終われないんですか、この洞窟というか。やったね。今なんか無性に眠くてしょうがないんですが、どうしましょう。うわすごい、1309とかもらえるの。気合い入れろ。でも眠いんですよね。でも今寝たらね、また夜型になっちゃうから、もう頑張んなきゃ。とりあえずキャプテン翼まではね、起きてなきゃですから。手を見て。え？
嫌でしょ、そんなの見たら余計に、ね、眠くなっちゃうからね、余計に寝たく目閉じたくなっちゃうでしょ。ブワッ、そうね、ハッスル自身のテンポは追ったってますか、閉じないで永遠見てよー、何言ってんですか、体張ってくれてる人にひどくない？何言ってんですか、誰がすか、そりゃ見せてて僕がお願いしたならね、そりゃそういう意味もね通用するかもしれませんよ。鬼を見た、この会見が闇会見だから要は解除って完全にアウトやろ。知りませんよ、この会見が闇会見だから要は、まあとりあえずね、この会見をねあれして殴れば開きそうだねえ、これね行き止まりじゃん、殴れないのダメだろね、この会見受けてねテレビに出てね、吉本の芸人がねどういうコメントするかとか僕は楽しみですけど、穴の動きが卑猥と感じるのは自分だけ、ね、うん、気のせいねえ、すぐ穴があるからってね、すぐそうやってね、そっち方面ね、やっぱねえ、ちょっと卑猥っていうかね、ちょっと、ね、753、俺も思ってた、そうですか、くそれもいあ、何がクパーですか、今マンに入ったよねさあうふふ、何がマンですか、どっちでしょう、こっち、結構このダンジョン広い、もしかしてというかなんかあれですね、なんかサガ2のね、あの、うん、貝の体内なんかね思い出しますよね、ね、これはクジラですけど、あー、これ人形に言葉が書かれている、我の眠りを覚ます者に大いなる災いあれ、たとえそれがどのようなものであったとしても、これボス無法、ふんふんふん、無法ねむい
眠い、僕も眠い。眠れんぞ。悔しいか、このクジラを変に眠らせてやる。無法。眠らせる力があるんだったらね、自分に勝てりゃいいんじゃないですかね。なんだ、お前ら、悩みのなさそうな顔しやがって。お前らも永遠に眠れ。帝王みたいなやつだな。何が帝王ですか。そこまで強くない恐怖ねえ、眠れ、あれ全員寝ちゃいますか。寝た寝た寝ちゃう。じゃあどうしよう、回復ないですね。元気だまる。一体なんと戦ってるんだ。ねえ。帝王やる気ないだろ。やる気はありますよ。何を言ってんですか。やる気あるからあれしてんじゃないですか。配信だと見えないな。何がですか。見えないって何が。顔が。お前見えないってことはまさか人生と戦ってるのか。さあどうでしょう。起きろと。そろそろ特務にして。なのですか。いやでいやで。見せて何のメリットがあるんですか。必殺を初見。はい、どうもアクさんいらっしゃいます。質問は見せるのに、はい、特部は NG か。特部です。え、何がですか。なんかよくわからない。ネタバレ主人公は龍龍なの。あー、また眠る。全員の2人が起きてる。どうぞ。ネタバレ。いろいろ大体翼人。今日の夕飯の話は終わった。今日の夕飯は昨日の残りのカレーですね。ストール、ネタブアレ、夕飯はカレー。なんだかとっても眠くなってきた。僕も眠い。嬉しいわ、これでようやく眠れるのねって。な、何、女なの。あー落ちる。誰のカレー。え、誰のって、ムマを倒した。焼きそばカレーなのかよ。グランプリが落ちそうな気配は。なんで落ちないの。古戦場ってどういうこと。なんで起きないの。起こしたじゃん。なんかしなきゃいけないんですか。他に眠くなってきた。僕も眠い。ねえ、今日ちょっと配信より休みましょうか。キャプテン翼は。なんでやろな。なんでやろうね。会見で休憩挟むなんて初めて見たぞ。え、休憩、まだやってんの。どんだけ長丁場なんですかね。
まだ言いたいこと言い切ってないってこと？吉本の黒い体制が明らかになりました。うわ、明らかになったって言ってもその証なんか証拠とかなんか証それちゃんと証明できるんですか？そのねえ、そりゃなんか映像なり音声なりですね、そういうの録音とか残してあるんですか？嘘言っているとは思いませんけど、ねえ、証明、ねえ、証拠が残ってなかったら、ねえ、表向きはね、解雇されたね、報復でね、そういうでっち上げとかってことにもなっちゃうんじゃないですか、ね。私だ、帝王、はい、会見大変だね。僕は会見してませんが、はい、チョモさんいらっしゃいませ。どうも、こんばんは。どうすればいいの？とりあえずいつもの裏筋2時間半ぐらい迷子になっててようやく教えてもらって進んでる感じです。今ものすごく僕も眠いです。こっち、何ですか？宮田子ですって。本物。何が本物ですか？やっぱ本人だったか。何が本人？本人は今か会見してん、会見してんでしょ。動画だったらなんでリスナーさんのコメントに反応できるんですか？引退しますよ。786個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。あー、クソ眠い。あー、夜の配信入る前にちょっと1時間でもちょっと寝とかないとちょっときついことになります。富士ちゃんです。やって、どういうこと？知らない。そっち知らない。モノマネ、わかんない。本当に眠くてしょうがない。おさむちゃんでーす。もう忘れなくて。わかんない。やって何を？わかんないです。おさむちゃんです。帝王チョコの中買ってきたよ、住所教えて。意味がわかりません。プレゼントしたいってことかもですが、住所教えません。もうね、眠い。ちょっと見てない。当たり前でしょ、知らないです。
教えてあげなよ。嫌です。帝王家の前まで来たよ、出迎えて。出迎えません。イルス使います。なんでこんなに眠いんでしょう。帝王ちゃんのとこって一丁前にオートロックだっけ。違いますね。オートロックなんてそんないいとこ住んでるわけないでしょ。眠いなら腹パンすれば目が覚めるよ。痛いな、もっとやだ。リモート操作で電流流れるようにしたい。やめてください。目の下にタイガーバーム塗るといいよ。嫌なやつ、嫌な。どこならパンチしていい。どこもダメ。自分の体もパンチしといて。だったらチンポ。何言ってんですか。帝王、何時に起きたんだ。確か昨日2時半頃寝て9時に起きたから6時間ぐらいは寝たんですが、でも眠い。寝たりない。リモートでチャエッチでバイ動かせる感覚で電流で切るやつもあればいいのにね。知らないです。見てリスナーに失礼。いや申し訳ないけど、でも本当に眠いんですよ。申し訳ないわ。早く終わりたいですね。今日はあと7分がちょっとセーブできるとこまでいけないと終われないですからね。ちょっと延長しとこう。どういうやつ。これいいんでしょ、書いてたの。書いてさっき言ってた西の家のとこまで行っちゃいいんでしょ、多分。帝王は寝ている時の夢って覚えてる？覚えてたり覚えてなかったり、日によって違う感じですかね。変なやめ方するとまた詰む。いや、そんなことはないですよ。もう今回ちょっとね、メモしときますから。謝罪会見まだしないの？謝罪会見はもう何にも、もうすぐ終わりますっていうか。え？ジジイじゃないやつがいるぞ。変なの。変だね。ジジイじゃないやつ、僕たちに乗りたいのかな？どうかな？終わらないよ、まだ会見。ね、みたいですね。続いてるみたいですね。乗せて。キャッキャ、何か言ってるよ、何か言ってるよ。僕たちに乗りたいかな。はい、クククじゃあ僕の上に乗って。キャッキャ、帝王はもう終わった。何が、お、何が、お、ついてついて、ジジイの砂浜だよ。また遊ぼう、じゃあね。はい、広報ファイルありがとうございます。入江俊也さん100ポイント。あの時のイベントのギャラ風に、何ですか、あの時って。ギャラとか。何、人形と戦った。うん、それで。ほう、倒したのか、すごいの。次回のブレスオブファイって2週間後、先般の入江がいる。いや、2週間後、来週じゃないですか。
まあちょっと明日はお休みですが、2週間とか来週でいいんでしょう。を倒したのかすごい。来週なんかありましたっけ。え、ん、それでもグランパが起きない。ふーむ、あちこち殴って刺激を与えてみるのはどうじゃ。あちこち殴る、いくらもらったの。ないんですか。休みとかふざけてるの。いや、なんで明日会見の疲れて。違いますけど、明日はとにかく用事があるからダメなんです、ね、ネタとかじゃなくて真面目に、ちょっと真面目に。お待て。はい、どうも、アルチピザさん、いらっしゃいました。おはようございます。ちょっとごめんなさい、ちょっと眠いね、もうちょっと時間なんで、ちょっとごめんなさい、ここで今日終わります、すいません、ちょっと、消化不良ですが。とりあえず何、よくわかんないけど、リンプで何、クジラの中もっと。帰ってきてから何時になるかわかんないですから、やれたらやれるかも、いや無理でしょ。なんで MG になったかわからん。なんででしょうね。これはやらないパターン。あのちょっとさね、昨日っていうか、あの選挙関連のワードは NG にしたんで、多分それでしょう。なんでこれはやらないパターンでの。ちょっとごめんなさい、ちょっともう眠いんで、今日はここですいません、終わりにさせていただきますね。マックかと思った。マックですかね。はい、ということで、すいません。3時間ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。